氷山城は奈良県大和氷山市にあった日本の城。豊臣政権の中初期には、秀吉の時代、橋場秀長の居城となり、その両国であった山紀、木、泉百万国の中心であった。江戸時代には氷山藩の藩長が置かれた。氷山城と桜樹世紀後半、氷山州が岩神の城を築いたという記録が氷山城の初見とされる。 奈良時代には、役員が営まれていた。氷山城は、秋篠川と富尾川の中間に突き出た西京、丘陵南丹城に位置する。平山城、または、平城として、明智光秀や東堂高虎らが不審に携わり、筒井純慶や橋場秀ながらの主導によって、改修された。奈良は良質な石材が乏しかったため、奈良一帯の過去に、五郎大使二十家の提供を義務付け、 寺院の石地蔵や、破壊し、仏塔なども調発され石垣石として使用された。中には、平城京羅城門のものであると言われる祖石が、使われていたり、8世紀頃の仏教遺跡である、図戸の石仏が、郡山城の石垣の中から見つかっている。17世紀初頭、増田長森が改役された後一時廃城となるが、水野勝成入法時に、徳川幕府よって改修を受けた。 その後は、不代大,大名が歴代上司を務め、柳沢義里が入法後は、柳沢氏が明治維新まで居城とした。桜の名所として、日本桜名所百選に選定されている。2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。この城の築城時期は、1162年に、郡山社兼狼霊のやからばり岩人の城とある。霊のやからとは、 群山市を指しており、岩人の城を築いていると記載している。この当時の城は、森土と柵を巡らした、観光集落のようなものであった。また1300年には、郡山省が独立しており、この時から、郡山という名が現れた最初となる。郡山城の最初の工場戦は、栄昇3年の夏で、赤沢智恒が、大和国に侵攻し、各所城を攻め落とした。 同年8月24日、赤沢智もは、氷山城を数千の兵力で取り囲んだ。この時、宝来州、西京州、幾間州、氷山州らが、西脇州と称して、氷山城に立てこもったが、圧倒的兵力を前に、多くの武将が討ち死にした。その中には、宝来九郎なども含まれていた。氷山城没落と記載されている。その後、群山市は、 筒井城を本拠に地に持つ筒井市に組みしたり、落ち氏に属したり複雑な動きを繰り返してきたが、1559年、松永久秀が山和国に侵入してくると、当時郡山城の城主であった郡山辰美は、松永久秀軍に属して、筒井市から離反していく。筒井潤慶画像、伝行寺倉津々井城の戦いで、筒井城が松永久秀軍に属すると、 氷山城は、福住中佐田城と共に、筒井潤慶軍の拠点となっており、元気元年3月から元気2年8月まで、松永久秀、松永久道親子の攻撃を受けていた。松永久秀軍は、氷山城の四方につけ城を築き、時間をかけて攻める、工場戦を行っていた。同年8月4日、辰野一城の合戦で、松永久秀軍と決戦となったとき、 津々井淳慶造援軍は一旦軍山城らに集結してから、辰野一条に出軍した。その後、津々井淳慶が、織田信長の援助を得て、天正八年十一月大和国守護となると、氷山辰美は殺され、家来衆はそのまま、津々井淳慶に組み込まれた。その少し前、天正七年八月に、多門山城の石垣を運んだりし、津々井城を拡張していたが、地形の不利から、 筒々井城を諦め、氷山城を本城とする改修を開始し、天正11年4月に天守が完成する。織田信長は、天正8年8月に、波城令を出し山和国では、和ずとし、津々井城もこの時に破却して、氷山城の一城のみとなった。織田信長は、山和に、騒乱の時代が終わったことを示そうとしていたと指摘されている。 1581年から明智光秀が、不審目付として着手し、大規模な金星城郭として工事が開始され、奈良の大工州を集めたことが記録されている。しかし、その筒井淳慶も1584年に死去すると、養子の筒井貞治は、豊臣秀吉の命により、伊賀上野城へ天保となった。豊臣秀長画像、春岳印像1585年、豊臣秀吉の弟、 豊臣秀長が、山和国、泉国、木の国参加国100万国余りの領主として、郡山城に入る。秀長は城を100万国の居城にふさわしい大規模なものに拡大し、城郭作りや城下町の整備を急いだため根頃寺の大門を移築したり、当時山戸は石材に乏しかったために、天守台の石垣には、墓石や石仏までも用いられている。本丸。 ビシャモングルは、ホーイングルは、キリングルは、ミドリグルは、ゲンブクルは等のクルワが多く不審され、大規模なものになった理由として、豊臣秀長の居城として、以外に、大阪城の防衛の城としても重要であったと考えられている。また、天守台には五層の天守が建っていたとの伝承が、あるが、伝承で言われるような五層の天守閣が建っていたか、どうかは、 疑問ですとし、建築学的にはもう少し小さなものではなかったとされている。また城下町を大いに発展させ、同年奈良の市中で行われていた商売をやめさせ、郡山城の城下町に集中させた。本町、御園町、境町、柳町、今井町、綿町、伊町,町,町、奈良町、雑穀町、茶町、材木町、荒野町、豆腐町、 梶ジ町の十四町が見られる。このうち最後の梶ジ町は、枝町となり、城下町の基本はそれ以外の、箱元十三町とされ、これらの町名は、現在も残っている。豊臣秀長の書状、個人像、豊臣秀長書状は、ことぶき福井に当てた書状で、内容は、豊臣秀長が着任した翌天正十四年三月、筒井純慶の病床や山林、筒井城の跡地等を、 ことぶき福音に与える、としている。筒井貞治が、伊賀国に入法後、筒井城破却後の跡地や、周辺の山林は、ことぶき福音に与え、筒井城があった、天下軍の筒井村周辺は、豊臣秀長が着任後も、大きな変化はなかったと考えられている。1591年、豊臣秀長が没しその様子、豊臣秀康も1595年に死去すると、 大和大納言家は断絶し百万国城の時代は終了する。五奉行の一人、増田長森が二十二万三千国の領主として入城する。この時、約四十八兆十三軒に及ぶ堀と土塁で城下町を囲む壮大な総構えが構築され、氷山は城郭都市の様相を呈するに至った。関ヶ原の戦い後に、増田長森は高野山に追放となり、 氷山城の建築物は、徳川家により伏見城に移築された。城地は、奈良奉行所の管轄下に入り大久保長安が、在番した。徳川家康は、筒一族の筒井城景には1万国と、その弟、筒井淳祭には200国を与え、その上で、より奇襲36名を預け、氷山城に入城させた。大阪冬の陣結し、大阪城の内堀が埋め立てられ、 再度の東西決戦の雰囲気となった際、豊臣方の使者、細川平介が、氷山城に出向いて、筒井市に攻撃を求めてきた。豊臣方が出した条件は、兵一万を直ちに送る。戦勝した時には、筒井城件には、大和国を、筒井巡在には、伊賀国を与える。ただし徳川方につくのであるならば、攻撃を開始するという内容であった。細川平助は、 説得を続けたが、筒井家は、大阪法の条件、要請を断った。現長年4月26日、豊臣方は、大野晴ふ橋尾高春、細川平助ら2004の兵を出陣させ、安東家を越えて、氷山城に迫ってきた。これに対して、筒井城系は、筒井淳慶時代から、恩義のある浪人衆、農民衆、商人衆を集結させ、 千兵程度になった。大阪法は松明を掲げながらの夜間行軍であった。筒井軍は戦慣れしていなかったことから大阪法の兵力を見誤り、実数よりも多い三万の大軍であるとの物見からの報告を受け、低喜びは郡山城を撤収し、福獣中猿城へ移動した。この動きに筒井巡斎は不甲斐なしと激怒し、手勢に徹底抗勢を命じたが、 総大将の低喜びはすでに逃走しており、純粋に従う者はほとんどおらず、自身もわずか4、5名の友の者と幸福寺に逃走した。翌27日未明、大阪法は九条口と奈良口の2体に分け工場を開始した。郡山城にはわずかな兵が残っており、30人が討ち取られ、城下町の各方面に火が放たれた。その後大阪法は、 奈良方面に進軍し徳川方への備えを敷いたが、徳川方が奈良方面に進軍しているとの報を受けると、大阪城に引き上げていった。複重な笠田城で千兵余りで防備を固めていた、筒井城系は、大阪夏の陣で大阪城が落城すると、一戦もすることなく、郡山城を捨てたことに後悔し、大阪城落城から3日後の5月10日、 弟の筒井淳斎に遺書を残し切腹した、とされる。戦国合戦大時点では、表向きは自害と称して、失去するうち病死したという説もあるという別説も、紹介している。同書では、筒井淳斎も兄を追って自殺したとされている。軍山城絵図、柳沢文庫所蔵軍山城旧館図、西が谷文庫蔵郡山城の戦いの後、 水野勝成が同年7月19日三河国の狩谷から6万国で違法し、荒廃した城郭の修築を行った。石垣や堀の修復は抗議部審とされ、本丸と二の丸、三の丸の一部と、家中屋敷の修復は水野氏の手で行われた。水野勝成は修復途中の原画5年8月に、ビンゴ福山に天保となった。その後、 松平忠明が十二万国で入場した。松平忠明も郡山城の復興に取り組み、二の丸館の造営をはじめ、伏見城の鉄門、一安丸門、桜門、西門などが移築された。しかし松平忠明も1639年に、針間姫路に転望された。次に、郡山城に入ったのが、本田正勝で十五万国で入部した。この時期に、本丸、 二の丸屋敷、城門、角櫓など、城郭の使用部分が完成した。武家屋敷、町屋ともに発展し、遠方年間には、城下の屋数は4700件、人口は2万人を超え、郡山城下の最盛期となった。しかし、1671年に、本田正勝が死去すると、96騒動という、家督相続に伴う五家騒動が起こった。息子二人の争いに、 徳川幕府の裁定が入り、二人に対して、分割相続とされ、それぞれが天保となった。その後、赤市藩から松平信行が八万国で入城した。この時期の1680年城下町に大化が起こり、670件が消失した。松平信行が、老中に任命されると、江戸に近い下宇佐古川藩,藩に加造天保となり、ついで、 本田忠平が12万国で入場した。その後、本田氏が数代続いたが、本田忠中列が若年相続を理由に5万国に減報とされ、家臣団の大人数解雇及び武家屋敷などの取り壊しも行われた。さらに、教法8年11月27日に中列が8歳で死去すると、本田氏はお家断絶とされた。1724年に、柳沢義里が、 開港不販から15万国で違法され、城下町の整備に努めた。この頃の城下町の様子が、郡山長館に見える。柳沢氏が入法して以降、郡山城は安定した時期を迎えていたが、1787年に大飢饉が発生、城下町の民家を群衆がぶち壊し、米国を奪い取る騒ぎが起こる。安政五年12月1日、郡山城。 二の丸付近から出火し、住居関係の建物群はすべて消失する大火に見舞われた。1861年に再建に着手するが、明治維新を迎え、1870年に藩は金後城の修理を行わないことを出願し、これが明治新政府に長居された。後1873年に山城は破却された。この際に、矢倉、門、兵などの建築物は、 入札によって売却され、運びせられたものの、石垣や堀の多くは、今も、王子の姿を止めている。城下の永景寺に城門が山門として移築され、現存している。また、柳沢神社創立時に植えられた桜は日本、桜名所百選にも選ばれ、毎年4月1日から行われる、お城祭りには、多くの花見客で賑わう、群山城創構え、 国土交通省国土画像情報をもとに作成群、山城模型、山と氷山市民会館増場後は1881年に、旧軍山中学校の校舎が二の丸に、旧氷山園芸高校が、キリングルワに建設されるなど、大きく、姿を変えた。長らく荒廃していた、氷山城であったが、1960年7月28日、本丸とビシャモングルワが、 奈良県指定史跡となり、1983年に追って門が、翌1984年追って東住矢倉が、1987年には追って向き屋倉が、市民の寄付などにより復元された。本丸天守代この天守は、逆さ地蔵のたたりや、和東地震で倒壊したという俗説が残っている。氷山城と城下町によると、現存している。 伝天主代に五層六階の店主は建築学場から考えて建てられること不可能としている。しかし、平成25年から平成29年にかけて調査、整備事業が行われ、豊臣秀長時代あるいは松田長森時代には、店主が確実に存在し、後に二条城さらに、淀城へ移築された話も事実と確定された。平成29年3月26日から、 展望大施設が公開された。天陽石天主台の裏手北側の石垣には付近から徴用されて、追記に使われた数多くの石地像が石垣に組み込まれたまま城下の人々により祀られている。石組みの間から奥を覗き込むと逆さになった状態で石の間にうずもれている地像を確認することができ、これは逆さ地像と呼ばれている。これらの地像のために、 北側の石垣沿いにはさらに多くの石地蔵が奉納されている。また、地蔵以外にも由来の変わった石は多く、市内東部の平城京ラ城門石から運ばれた祖石と伝わるものなどもある。ビシャモンクルは現在の柳沢文庫がある一帯で、もともとは本丸にの格と呼称されていたが、柳沢市入部以降にビシャモンクルはと改名した。本丸とつながっていた極楽郷の 法院クルワ現在の市民会館がある一帯で、一安丸、時はぐるわとも呼ばれている。一案法院領喜びの屋敷があったので、法院ぐるわと呼ばれている。陣はじめくるは現在民家が立ち並んでいる一帯。もともとは、城兵の朝練の場として使われていた空き地。出軍の時は、武者だまりとしても使用されていた。玄武グルわも、ともとは、南度ぐるわと呼ばれていたが、 柳沢市入部以降に、玄武ぐへ改名した。小園像が五棟立ち並び、西側には、玄武門が建っていた。復元櫓と復元門、県立郡山高等学校本丸と二の丸を結ぶ、台所端二の丸館現在の、奈良県立郡山高等学校が建っている一帯で、松平忠明時代に整備され、城主の館があった。藩の成長もここにあり、 巨大な五天群を形成していた。新宅狂は新屋敷が建てられたことに関係する名称であると思われているが、本田忠平時代にはすでに存在していた名称で、古くからあったと考えられている。別名緑狂とも呼ばれている。大馬屋ヤ狂はも、ともとは新宅狂はであったが、松平・忠明時代に別の場所にあった馬屋を新宅狂はの北半分に移し、 馬屋を二棟と馬場を設けた。松倉久るわの丸屋敷や新宅で消費される、米蔵が建っていた一角。柳くるは現在の山と、群山城ホールのある一帯で、五軒屋敷堀の東岸と五軒屋敷を含む、四軒の家老屋敷と一軒の表情書が占めていた。またこの周辺に、筒井時代の本丸があったとする説があり、1983年マンション建設に、 伴う発掘調査が実施され、多数の注目すべき遺物が発見されたが、津々井時代の本丸があったという根拠は得られなかった。キリングルワも、ともとは、西の丸と呼称されていたが、柳沢市入部以降、キリングルワへ改名された。柳沢義安が、徳川綱吉から、キリンの書を与えられたことから、柳沢義里が命名したと言われている。氷山城では、木内 城下町を含め山和氷山教育委員会や、柏原考古学研究所らが1979年以降、40回以上の発掘調査が実施され、一定の成果を収めている。文献などの間を埋める、異物、遺構が発掘され、氷山城の実像を解明されつつある。氷山城の歴史は古く、各時代によって大きく改修が重ねられた。 近年の発掘調査などから各年代ごとの城市が明らかになりつつある。第11次及び第13次発掘調査から、岩人の城時代の城として三の丸にある、キリンクルワ周辺に、堀で囲まれた方形館が存在していたと考えられている。また新宅グルワでは、地震遺構が検出されているので、筒つい、松永の高層期の遺構が周辺に存在している。 可能性が指摘されている。明確にこの時期と断言できる意向は発掘できていないが、遺物としては、多門山城から流用されたのきひらや安土城と、同分ののきひらがが、復元追って東住み倉周辺から出土した。これにより、筒井時代の城としては、追って東住み倉周辺に存在していた可能性を示している。氷山城及び、 地下の発掘調査についてでは、筒井木の城下の広がり自体が案外に小規模であった可能性もあるだろうとしており、筒井巡慶が筒井城から郡山城へ移った時の城郭は、それほど大規模なものではなかった可能性があると記している。秀長時代に建てられた南五門は、幕末期に永久寺へと移築され、山門としてその姿を残す、この時代の遺物、 遺構の検出は多く見られる。追って向きやぐらの礎石列、キリングルアや追って門の遺構もこの時代である。しかし、二の丸時代の同時代の該当発掘例はなく、二の丸は豊臣時代以降に開発された可能性がある。城下でも同時代の遺構が発掘されたが、礎石建物や大規模な聖地の跡は認められていないので、大規模な城下町が整然と建てられた可能性は、 低いと考えられている。平成26年9月、教育委員会が、天守の遺構や瓦を発掘したと発表した。大将の組織の大きさや並びから、建物の荷重を分散、軽減する構造であったと推測されている。両時代の在場時期は短く、同時代の明確な遺構はほとんど確認されていない。上角関係では、緑櫓の検出遺構や三の丸の池城遺構がある。 また城下では大規模な生徒地業や礎石建物も出現する。また、同時代の武士の墓も出土しており、埋葬形態を具体的に把握した。城下区関係では、第13次調査で検出された二の丸屋敷の遺構がある。城下では非常に多くの調査例があり、金魚地遺構や廃棄土港から大量の三河原が出土していることから、城下町の三河原の一般的な使用は、 柳沢時代以降であると考えられている。ありがとうございます。